ちょっと、はい、アサムシャンなんですけど、はい、マンズが言いたいことがある、うん、いや、わかるよ、物もなんとなく分かってる、はい、なんとなく俺らも分かってる、あるんですよ。何？この家の、うん、電気、ガス、水道代ですかな。はい、リーダーが怒ってるよ。リーダーが怒ってる。ちなみにその、俺ら2人で住んでた時の 1K の光熱費は月どんくらいだった？そういうもろもろ合わせて、うん、1万ぐらいだったかな、そのガスとか。季節によるけどね。うん、一軒家とか言う。まあ一軒家、一軒家、高校一軒家だった。一軒家の世帯で言うと、うん、平均で電気がまず1万2000円、うん、水道が6000円、ガスも6000円ぐらいで2万4000円。2万4000円って聞いても俺高いと思って。高いよな。で、しかも2月なんてそんなまだ入りきってないんで俺ら全員。はい、え、この家ちょっとじゃあ教えて。言います、言います。3万7000円です。2月？そんなことある？ちゃんと住んでない状態で。見ていいっすか僕。何が高いの？電気代ですね。電気代どんくらい？2万5000円。高っ。お前電気代でさ一本家庭超えてんじゃん。え、なんで、なんでそんなことなんの？3倍以上だよ。え、なんでなの？4倍近いぞ。なんでなの？やっぱつけっぱなしが多いと思いますね。いや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 、にしてもだと思うよ俺。どうしよっか。でも電気とかもさ、家帰ってくると高校とついてる時あるよね。そうですね。誰のために今ついてる電気っていうのいっぱいあるね。それは確かに。自分の部屋電気消さないで帰って出てったりね。罰金でしょ。ああ、そのつけっぱとかってこと。ああ、いいよいいよ。え、マンズいくら？マンズ的にいくら？つけっぱの人。つけっぱはその場で1000円徴収。めっちゃ、マジ？めっちゃ取るじゃん。めっちゃ取るじゃん。今頭おかしいって思われた。その場でしかも。え、じゃあどうする？マンズの部屋今見てみる。じゃあちょっと待ってください。どう？マンズの部屋とりあえず今行ってみる。ちょっと待ってください。だってそれはお前1000円って言ったんだから。マンズくん確かにそりゃそうやな。そりゃそうだよな。何何何、俺寝起きで。いや、わかんない、そうかもしんない。だって今だってリビングにいるのに、マンズの部屋どうなの？それは。え、じゃあちょっと一回見ていきます。何それ、何それ。それは俺らで行ける。何で、それは俺みんなで行こう。いいですよ、そんな手間取らせたくない。行こう、行こう、行こう、本当に行こう、行こう、行きますか。行こう、行きます。めちゃめちゃ、おい、めちゃめちゃついてるぞ。おい、めちゃめちゃついてるぞ、お前の部屋。いや、でも徴収するの俺なんで。なんだったのに。だから何こうやってここで1000円自分に渡すよ。いや、違う違う違う、それはだってお前のお金なのわけじゃないでしょ。はい、今の、はい、マンズ1000円。はい、すいませんでした。いやいや、でもしょうがない、今回なしにしよう。いいんですか？全然いいです。ありがとうございます。俺も今トイレつけてたから。カンタちゃん2000円な。2000円。先輩が先輩が2000円な。いやいやいや、そんなの急だよな。絶対急です。あ、ここ誰今最後。最後ここ今最後カンタ。お前だよ、お前だよ。カメラマンだから。よし、じゃあじゃあじゃあ勝った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 とかじゃないだろ。勝った勝った。一番最後出たけど消さないといけない。じゃあ上の撮影部屋見てきていい？ちょっとやめてください。それは違って。え、どっち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 。あ、待って、ここだ。ここも一個だ。それこれもついてるぞ。それは違う。あ、撮影部屋は撮影部屋は大丈夫だな。はい、これじゃあカンタ。それは誰の？カンタだって一番最後に下ったのカンタだ。ここ消すやつ頭おかしいだろ。ルールなかったんだから。はい、ここ、ここだよ、カンタ。ルールない状況であれ消すやつ嫌だろ。だって別にこれ今消えてたっても大丈夫じゃん。でも今マンズ今消してないよ。あ、マンズ今2000円なんじゃ。お前も消してない。いやいや、俺ここな到達してるやん、お上。はいはい、おい、みんないい分いい分。あ、待って、ここはあれはフロア。はい、マンズ出た今。え、今そこ出たから、そこトラップじゃない。そんなやられたな。嘘じゃないですか。嘘つくじゃないですか、徴収するため。部屋出すって。部屋出せばだって部屋出せばもうお金取れるから。
そしたらもう、一日電気つけなくなる怖くて暗闇で暗闇でみんなモグラみたいな生活しだすからな夜8時にはみんな寝てるな太陽とともに起きて寝るっていうなはい、ということで、じゃあサブチャンネルでした。ありがとうございました。